はいどうもこんにちは、俊二です。今日はこちらゲットしてきました。11月のトミカ初回入れて3台見ていきたいと思います。でトミカの方見ていく前にですね、ちょっとお知らせがありまして、 YouTube のねルールのね変更がありまして、キッズ向けチャンネルねコメント機能が使えなくなるみたいで、それいつからかちょっと僕わかんないんですけど、コメントでねわからないところとかあと間違えてるところね教えてくださってる方ね本当にたくさんいらっしゃるんで、コメント機能ねなくなっちゃうのちょっと僕としても困るんですけど、どのタイミングからねなくなるかちょっとわかんないですけど、またよかったらぜひね僕ツイッターとインスタやってますんで、そこでねコメントとか、いただけたらなって思います。ルール変更の方は仕方ないんでね、それに合わせて、今後もね動画の方、ぼちぼち配信ですがやっていきますんで、よろしくお願いします。では、トミカの方ね見ていきます。ナンバー39番三菱デリカ D5 スケール65/1です。ギミックサスペンション機能がついてます。はい、箱をね、横こんな感じになってまして、では取り出します。よいしょ、じゃじゃん。ソリッドではない黒色のね通行とパールですね。パールがキラキラしてますね。はい、フロントこんな感じ。あ、グリルねめっちゃ大きいですね。でヘッドライトがあってね、この辺の作り結構細かいっすよね。で、くるくるっと回して横こんな感じで、アウターハンドルにホイールはねノーマル形状になってますね。で、プレスラインとかねこの辺の細かい作りしっかり作られてて、で下の方ですね、ここはガンメタっぽいねカラーになってます。でフューエルリッドがあって、で後ろこんな感じですね。テールにガーニッシュ、あとねデリカって書いてて、三菱のマーク書いてますね。でくるくるっと回して反対側のサイドで上から見るとこんな感じ。ルーフはボコボコした感じにね作られてますね。でガラスはちょっとスモークが入ってて、中ね黒色になってます。でくるっと回してね底面こんな感じになってて、でギミックにねサスペンション機能がついてます。最近僕釣りによく行くんですけど、その友達がねこの方のデリカ乗っててめちゃめちゃよく見てますねなんかね後ろはよく見るんですけど、あんまりこの前はね見てないんでね、トミカで初めてこんなまじまじ見ましたね。いやかっこいいっすね。ナンバー70番ランボルギニアベンタドール SVJ スケール68/1ギミックサスペンション機能です。いやーかっこよすぎでしょこれやばいですね。あ、ランボルギーニねシール貼ってます。さあそれでは取り出します。はい、箱からね取り出して、わあ出ました、出ました、これです、これいやーすごい、生産台数実車がね、900台ですか。いやーすごい、かっこいい。色はねグリーンで、パールがね入ってますね。キラキラしてます。はい、フロントこんな感じで、お、すごい、ヘッドライトねクリアパーツっすよ。いやめちゃめちゃ豪華。ボンネットのねプレスのラインなんかね、この辺かなり細かい作りになってて、で、ここね、ランボルギーニのエンブレムですね。そう、アベンタドールの SVJ じゃないけどアベンタドールのグリーンでね、うん、ランボルギーニのディーラーでね見ましたね。いやめちゃめちゃかっこいいっすよこれ本当に。で横こんな感じ、ホイールはスポーツタイプで真っ黒ですね。でこの下の方ね、下の方が、これねガンメタカラーになってますね。いやーいいっすね。 この辺実写だったらカーボンとかそんなんなんですかね。で、クォーターのところね、ここね、でここもね、ガンメタになってて、で SVJ って書いてます。いやーすごいかっこいいっすね。でくるっと回して、後ろテールね、わーすごい綺麗にね塗装されてます。でマフラーね真ん中にね、2本ありますね。でランボルギーニって書いてて、このね特徴的な羽もねかっこいいですよね。でここからこう空気をね、取り入れるなんか装置もついてるとかねなんか書いてましたね。でくるっと回してね、反対側のサイドで、上から見るとこんな感じですね、うん、後ろがすごい、これがあるからなんかルームミラーでこの後ろがね見えにくいから気をつけて運転しないとダメとかねなんか書いてましたね。でガラスはねちょっとスモークが入った、クリアパーツになってて、左ハンドルの中黒色ですね。でくるっと回して、底面こんな感じで、で、ギミックにねサスペンション機能がついてます。いやすごいベタベタで、もう GT カーみたいなねそんな感じですよね。いやーかっこいいいやランボルギーニ好きとしてはたまんないですね。いや乗ってみたい。で今回ねこちら初回特別仕様がありまして、はい、初回特別仕様こちらになりますね、スケール68/1でギミックも同じですね。
でもなんかね数字書いてますよ。でさっきのと比べるとね、こんな感じでエアロとかはなんか同じっぽい気がしますね。はい、で横こんな感じですね。では取り出します。よいしょ。さあドキドキしますねこれは。さすがに。さあいきます。じゃじゃん。おお。いやかっこいい。白色のねソリッドに、ルーフのところは艶消しのね、黒色になってますね。はい、フロントねヘッドライトクリアパーツで、あ、ボンネットねここ63って書いてますね。ランボルギーニのエンブレムがあって、バンパーの形は同じかな。同じなんですけどここはねブラウンのメッキが入ってますね。いやかっこいいですね。さっきとかなり雰囲気変わりますね。で、横ですね。ホイールはスポーツタイプになってて、あ、これフロントの方がホイールのサイズちっちゃいんだ。後ろ大きいですね。あ、気づかなかったな。さっきのどうだろう。あ、さっきのもねフロントちっちゃいですね。あ、危ない危ない、見過ごすところでした。で横ね、ドアのところにも63って書いてあって、でここですね、ここにもブラウンのねあのメタリックがこんな感じで、ラインがね入ってますね。なんかおしゃれな感じしますよね。クォーターのところには SVJ とは書いてなくて、くるっと回してね後ろこんな感じですね。テールに、マフラーですね。で、羽とかね形この辺は同じです。でくるくるっと回して、反対側のサイドで、上から見るとこんな感じですね。ルーフが艶消しの黒色ですね。ガラスは、ちょっとスモークの入ったクリアパーツになってて、左ハンドルの中黒色ですね。で底面こんな感じです。でギミックにねサスペンション機能がついてますね。でさっきの、通常版とね比べるとこんな感じです。いやどっちもかっこいいですね。うん、なんかこの派手派手な感じ、僕ねあのランボルギーニこのグリーン結構好きなんですよ。なんでいやかっこいいっすけど、こっちもいいっすね。この白色のボディにこのルーフのところが艶消しの黒色ってね、いやーなんかいい感じですね。でバンパーのところね形同じなんですけど、あのブラウンのあの塗装がね入ってるだけでかなりね雰囲気変わりますよね。で横から見るとねこんな感じ。できればこの白色の方にもあの SVJ ってね書いてほしいところでしたね。でくるくるっと回して後ろこんな感じで、後ろ周りもかっこいいっすよね。アベントドールね、まあ、せっかくなんであの僕の大好きなねこの裏缶ペルフォルマンテもねちょっと一緒にね並べたいと思います。はい、これは通常版ですね。オレンジカラーのペルフォルマンテやばい。はい、こちらねペルフォルマンテどうですか。かっこよくないですかね。いや僕ペルフォルマンテ好きなんですよ。うん、後ろはねちょっとねやっぱりアベンタドールのねあの迫力に負けますけど、いやかっこいいですよねこれもね。うん、フロントのね形好きなんですよ僕。でこれが初回特別仕様の方ですね。はい、取り出して似た感じの色になってるんですけど、これは、黄色ですね。黄色のツーコートパールですね。はい、前こんな感じでね。はい、横のねこの下の方このね、塗装がすごいおしゃれな感じになってますよね。で後ろですね、羽があって、でこれもね真ん中にこのマフラーが出てます。はい、いやいいな、ペルフォルマンテ好きですね。で裏缶ペルフォルマンテの初回特別仕様に、こっちは、ランボルギーニアベンタドールの SVJ のね初回特別仕様です。いやどっちもいいですけどね。でもこのヘッドライトがクリアパーツになったっていうのはかなりなんかね豪華な感じになってますよね。できればこの裏缶の方もクリアパーツにしてほしかったな。はい、今回は、11月発売のトミカ3台ご紹介しました。今月はねランボルギーニアベンタドール SVJ 初回特別仕様、これは争奪戦になると思うんで、かなりね気合い入れて皆さん、ぜひね、頑張ってゲットしてください。で、動画の初めにも言ったんですけど、YouTube のね、ルール変更でコメント機能がいつちょっとねなくなるか分かんないですけど、コメント機能がねなくなっちゃうんで、またよかったらぜひね、Twitter、インスタの方からね、コメントいただけたらなって思います。あとね広告の方が減っちゃうんで、おもちゃをね買って紹介するだけじゃなくて、以前ねご紹介したおもちゃなんかもねまたなんかちょっと違う形でね、使ってね動画の方をね出していこうと思うんで、まあ、状況に合わせてチャンネルのね方向性なんかちょっと変わったりしていくかもしれないんですけど、今後ともねぜひ、よろしくお願いします。はい、ということで今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価チャンネル登録よろしくお願いします。まだねコメントの方いけると思うんで、よかったらぜひねコメントの方、打ち込んでください。じゃあまたね、バイバーイ。